皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは麺屋うみねこさんです。ぜひチャンネル登録お願いします。札幌市豊平区西岡に2018年にオープンしたラーメン店。王道の札幌味噌から魚介系中華そばや激辛ラーメンまで、いろいろなメニューが楽しめると人気のお店です。辛味噌850円、後からじわっとくる辛味とニンニクと生姜のパンチが特徴の一杯。熱々のスープで体を温められる冬におすすめのメニューです。いただきます。玉ねぎの甘みを感じるスープに真っ赤なラー油が浮いており、しっかり混ぜて飲むと美味しい、癖になるうまさです。丼が少し小さいと思ったら深さがあり、スープもたっぷり入っています。そして熱々、最近ぐっと寒くなってきたので辛味噌が恋しい季節ですよね。北海道に来てから辛味噌ラーメンが大好きになりました。ほんのり縮れた中太麺はコシがあり、食べ応えがありますね。スープがしっかりと絡んでいます。食べ進めていくと体がポカポカしてきて汗が出てきます。じわじわくる辛さです。具材はチャーシュー、メンマ、もやし、ネギ。ネギは2種類入ってますね。チャーシューが薄くて小ぶりなタイプで、存在感があまりないのでなくてもいいかなと思いました。この上に乗っているのはニンニクと生姜を混ぜたもののようです。いいアクセントになっていますね。途中でスープに溶かして味変しようと思っていたのですが、序盤でスープにドボンしてしまい、ずっとパンチが効いた味でした。でも溶かした方が絶対美味しいと思います。メニューはこんな感じ。一番人気は札幌味噌。気になるのは地獄の皇太子ですよね。激辛味噌のようです。ネーミングが怖い。羽の生えた猫の絵があったり、オープン日が2月22日だったり。さては天使さん、猫好きですね。同じです。ごちそうさまでした。北海道中央バス西岡三条9丁目下車、徒歩2分。駐車場は2台、席数はカウンターテーブル合わせて16席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。